熱すごいなっていう感じの方がいたんですよ、うんうんうん、おいくつぐらいですか。まあ若かったですね、20ちょいぐらいですかね、うんうんうん、はい、ネイル変えましたみたいな、うんうんうん、あそうなんや、まあ、正直ねどうでもええわって思ったんですけど、そのまあでもあそうなんやほらーって時に爪がもう全部いやまああのまあ細かくじゃないですけど、まあ上京してから僕ら2015年にキングオブコント優勝させていただいて、うん、大阪時代にで2016年に上京したんですよ、うんうん、でまあ2016年上京してまあいろんなライブとか出させていただくようなルミネだとか無限大とかまあ大宮幕張いろんなライブ出させてもらったんですけど、結構まあ優勝したてっていうこともあって、うん、いろんなファンの方がこう出待ちとかを、ほうほう、まだ出待ち、はい、出待ちがまだ大丈夫な時、はい、で、まあ、いろんな方が来てくれてたんですけど、一、うんうん、人ちょっとそのあかなりまあ熱すごいなっていう感じの方がいたんですよ、うんうんうん、おいくつぐらいですか。まあ若かったですね、20ちょいぐらいですかね、うんうんうん、はい、でまあいわゆるネタやってても全然ボケじゃないとこでもハハハハってこうそのまあまあねまあ、まあ、そのまあ一つそれぞれ感性はあるけど、はいはいはい、ちゃうなっていう、まあまあ、その言うてもってるやん。いやでもこの漫才やりながら、はい、あちゃうなって思う瞬間がある、はい、まあそこちゃうねんけどなと思いながら、うん、でも優しいなというか、まあこっちのエンディングとかでこっちの芸人が喋ってんのにずっと自分の顔こうやって見てるって、ほんまにそうですてかそれです、それな、はい、オッケーオッケー、その、はい、まあ熱量すごめの、はい、いやありがたいんですよ、ありがたいんですけど、だいぶ強火ファン、ああっていう感じ。え、西野の強火ファン、僕のですね、はい、もうナダルには見向きもしなかったです。その、なんか僕のみのそういう方がいて、はい、ほんま熱量すごくて、まあもちろん差し入れとかもいただいてて、でも、日に日に、まあ僕も嬉しかったんですよ。うん、いや、ありがとうございますって言いながら、うん、日に日に、ちょっと、すごいなってこうなったんですよね。あの毎回いるなっていう。言ったら、どの現場にも劇場だけじゃなく、どこで知ったんみたいな、その、なんか謎の協定の、イベントとかあるじゃないですか、とかも最前列こうやって おじさんに紛れておったりとか、それこそだから平和島とか、まあまあそうですね、とか、うん、もうほんまにどんなネット配信の番組とかでもコメントないないですみたいなやってくれてて、まあまあありがたいですよ、ありがたいんですけど、うん、わあすごいなみたいな、ほんで石野さんって来るんですよ、あの出待ちの時、いそのーみたいな、そんな無邪気な思いです、まあまあ、いそのーぐらいのテンションで、はい、花澤さんじゃないんですけど、なんか西野さん、中島くんな、中島、あ、まあまあそこはええやん、もういいやったから、ライブが終わって、はい、西野さんって、西野さんって来たらめっちゃいろんな人もいるわけじゃないですか、他の出待ちの、うんね、ええみたいな、うん、あのーとか言って、まあ嬉しいけど、まあそのすごいなと思ってて、わーみたいな、で、そのファンの方が、西野さんって、モルモットって、あ、モルモット飼ってたんですけど、どんな種類飼ってたんですかみたいな。あ、そうですね、モルモット、こういう種類で、へーとか言って。で、次の日、西野さんみたいな。飼いましたとか言って、あ、全く一緒のモルモット飼ってた。あ、へーすごいなみたいな。なるほど、なるほど。まあそんなんがあったりして、うん、でまあ結構またある日は西野さんっつって、大嫌いですって言われて、でえって言ったら、エイプリルフールですみたいななか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 のみたいな、まあそこまでぐらいはあれやったんですけど、まあちょいだるぐらいの範囲内な、まあ、ちょっと何やそれぐらいの、ちょっとこれはぞっってしたなっていうのがいかって、いや今まででも結構、まあまあそうなんですけど、その俺らもその男の子の日はあるやんか、はいはい、あるけど体調が悪い日あるやんか、はい、体調はちょっとお酒飲んだ後の男の子の日の時とかはちょっとイラッとするやんか、はい、でも ある日、まあいつものように西野さんって来てくれはって、あのネイル変えましたみたいな、うんうんうん、あそうなんや、まあ、正直ねどうでもええわって思ったんですけど、そのまあでもあそうなんやほらーって時に爪がもう全部僕の顔やったんですよ。
僕の顔が全部こうなってて。え、どういうこと？イラストってこと？イラストです。似てんの？似てます。ほんでほらーって言って、わーってちょっとリアクション困ってもって、うん、すごいなーって、そしてほらーって言ったら、うん、僕と全く一緒の格好してるんですよ。なんか調べてて、どこのブランドの、はい、上下リュックとかも、え、リュックとかも昔聞かれたことあったなと、そういうのは思ってて、うん、だから待ってちょっと目とかつぶらな感じやって、もうほんま僕なんですよもう。指に指に西野があるかないかの。で家帰ったら物もっと買ってるし、ブーってして、怖っ。いやほんまにそん時はほらって言われて、バッて自分の顔がタン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 って 10人その時うわーってなってもうたっていう。え、その方はいまだにやっぱ熱烈なファンでいらっしゃるんですか？いやもうね、あの結婚発表をしたんですけど、無限大の劇場で、うん、僕結婚することになりましたって言ったら、まあ拍手、あ、おめでとうって感じだったんですけど、うん、その子はもうって震えてて、まあここで僕がおるんで僕がもう震えてるみたいな。いやこうなってたやろ多分。なんでこうやんねん。いやほんまにね、いや、ありがたいんですよ、ありがたい話なんですけど、結構はい、そのゾクッてしたというか。それだってさ、はい、発表した後もしその方が人間できてたからよかったけど、はい、もしキーってなってたら、はいはい、うーって、いやほんまに十二支ので、十二支ので来るの、この一二支のが受け止めるの、十二支ので。いやいや、いや、やっぱり、ね、このうわすごいなってなったというか、行き過ぎたらやっぱちょっと引いちゃうよな。いやそうですね、その時はもうその、うん、うわって返せなかったですね、ちょっとうーってなっちゃったというか。それはライブとかで喋ったりしてんの？ライブですか、うん、いややっぱ喋れなかったです最初。やっぱりそのもしその、うん、私やってなったら傷つけてまうなとかもあったんで。じゃあメディアでは喋ってんの？メディアではまだ喋ってないかな。ちょっと怖いやんこれ出して。ちょっといやいや多分大丈夫、多分もう言うてまあ6年前とかなんで、もう他の方を応援してんのかな、それも分からへん。そうなんすか、もう見てないんで、その十二支の震えて以来。そんなん言ってええんかな。いや十二支の多分大丈夫です、もうそのほんまにあの何ていうんですか、すごい変な喧嘩して終わったとかじゃないんで、うん、ありがたかったんですけど、うん、もうびっくりしたという。で今は別の人がここにいるかもしれんしな。どうします、大宮セブンとかやったら。あと3入らないかな。いやすごかったっすね。いや怖いね、はい、いや怖いわちょっと。自分が体験したって思ったら怖いね。なんかやっぱ覚え、そのファンの方いろんな人いるじゃないですか、多分吉井さんもいろんなファンの方、うん、そこまで強火おらんけど、はいはいはい、ちょっとゾクッとしたなっていう。今喋っていただいたのが人生で一番怖い体験、いやその今のはもうほんま瞬間最大のゾッてした感じですけど、ほんまにどういうことってなったのもう一個あって、1、はい、1ちょっとじゃあ1番聞かせていただいて。え、 XT6 やん最近の。あ、サロモンのね。ええー、いらんでしょ今 T 着てるやん。 T ですよ。ほんま T やん。あ、 Tそう、 T めっちゃいいですよね。知り合いやねん。めちゃめちゃ可愛いですよね T。そうそうそう。このスウェットパンどこのですか？これはねベータポストって、ちょっと、今度教えるわ。マジであかんで。このファッションチャンネルかになったら。めっちゃファッションの話したいけど。階段を浴びる会。ブリッジ入った。セルフブリッジ。さあ、で、で2本目に喋ってくれたそのファンの方の話はめちゃくちゃ怖かったけど、はい、まあ、1本目の超不思議な話もあったじゃないですか、はいはいはい、もう1本あるって聞いてるんですけど。あります。ただちょっと別角度でもいいですか？
いやもういろんな角度で話していただいてるんで登場人物にナダルいるんですけど、いいですか？面白の匂いするな。面白かどうか分かんないですけど、その分からんわっていう相方としても怖くなるような話。なんでっていう。あ、じゃあちょっとそれ、まあ、おまけがてらちょっと聞いていただけたらなと。あ、まあそうですね、おまけみたいな、はい、なんか特典映像ぐらいの感覚で。いや、1本目がすごすぎたから。いやいやいや、もうちょっと2本目のファンのお話、はい、ファンの方の話もすごかったから、はい、ちょっとじゃあおまけ程度にお願いします。はい、まあナダルって結構年下とか後輩とかになんか結構強いんですよ。その強く当たるというか、まああからさまに年下やろとか、なんか後輩やのにとか、なんか 8.6 バズーカ、ラッスンゴレライがブレイクした時も、うわーってラッスンゴレライでもめちゃめちゃ流行ってる時に、もう正直売れてるやつってもう止まんないじゃないですか、うん、もうそれに対して別に誰も何も言わないじゃないですか、うんうん、例えばもしちょっと楽屋でガーって1年目寝てたとしても忙しいねんなって思うじゃないですか、うんうん、でもナダルはおいみたいな、ハッテンの子がとか売れてるか知らんけど楽屋の掃除せえよとか、なんかもうそのなんか風紀になりたいやつみたいな。まあ変わらない、誰に対しても変わらないやっぱその、うん、なんか家ではナダルって長男で、うん、下に弟と妹の、あ、親分肌なの、親分肌なんですよ。なんかナダル御殿したいんですよ、もう。あ、でもそれがなんかなぜかああいう芸風になって思ってでも言うたらマウント取れるのはこいつやって、その時は 8.6 バズーカになってて、掃除せえよって言ったら 8.6 バズーカもバリ尖ってたんで、ナダルさんが掃除してるとこ見たことないですけどねって言われていやいや、そういうこと言ってんちゃうねっつって浜谷人が、え、じゃあ他の先輩に聞きましょうか、ナダルさんが掃除してるとこ見たことありますかってアンケート取ったんですよ。そんな全員が見たことないって言って、最後なんかナダルが掃除してたんですけど変なやつ、大変なやつの、まあ、はい、もうとにかくすごい、うん、下の何ですか、立場の人には結構強くいくっていうのがあるんですけど、うん、この前劇場でネタ出番が違う先輩やってて、で次の出番が僕たちやったんですよ、うん、でまあその時で袖とかでこう待機してるじゃないですか、うん、またバーってもうちょっと出番やなってことで袖でバーって待機してたら、トゥルンって言って携帯鳴ったんですよ。あ、携帯鳴った、最悪やん。でそれがってこうなんか慌てて、てその舞台監督さんが新人の舞台監督さんやったんですよ。で、あってこう音鳴って焦ってて、ほらナダルがバーってその舞台監督さんのとこ行って、あがんでっつって、そのめちゃめちゃ今公演中やからって、まあ確かに正しいっちゃ正しいですよ、うん、でその舞台監督さんも、あ、すいませんみたいな、うん、あ、舞台監督さんの携帯が鳴ったからまあ怒ってんねや、うん、でまあ、うん、気ぃつけや、まあ、すごい言ってるわって思う、横目で見てて、ほんならもう一回トゥルン、また鳴ったんですよ。ああ、鳴ってる鳴ってると思って、ほんならまたナダルが、いや、あかんやろ、なんでしてないのそれ設定とかって、なんでなん、結構詰めてて、ああ怖っみたいな。で舞台監督さん、新人の男の子ね、ああすいませんみたいな、じゃあほんまあかんでみたいな、でバー戻ってまた鳴ったんですよ、プルーンって。どうぞ、なんでなん、はぁーって言ってわーって慣れて、さこれほんまにさ、ごめん、俺のややばやばナダルのやったんですよ。キモ嫌いやわ。ほんでうーわって思って、僕で舞台監督さん新人の子も「おっ、おい」みたいになってて、「すまん、俺のやったわ」ってさすがに言うかなって思ってパッて見てたら、うんうん、怖いやろ、こういうこともあんねん、わけわからんわけわからん、いや、なんかわけわからん返し、これエピソードとしてはすごい面白いやんかでももうイラつきすぎて笑われへんかった何それごめん、俺のや、怖いやろ、こういうこともあんねん、誰が言うてんねん。はっと、舞台監督さん何返していいか分かんから、はいっつってデニム、細身のデニムにパッて入れて、
なんかその場から去って、やばすぎるぜ。武漢の子もさ、どう返していいかわからんもん、ね、怖いやろって言われて、はい、そういうこともあるやろ、はいっつって、マジで意味わからんって思ったんですよ、ほんまに。だからもういまだにわけわかんないですね。でも、ちょっと別角度の、いや俺それで言ったらさ、一回ジョイマンの池谷さん、はいはいはい、池谷さん、はい、池谷さんってナダルと近しいものがあって、ちょっとわかります、その親分派抜けてるとこもあるし、で親分派で、はい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 、あんまいじられたくない、はいはいはい、でその営業も意味わからんねんけど、はい、ドラゴンアッシュ相川七瀬おで、当時の僕らのコンビ猪下義井、はい、電撃ネットワーク、はい、鳥ジョイマンっていう、何それ、ちょっとどういうこと、ちょっと営業というか、キャンドルジュンさん主催のチャリティーイベント、いろいろ情報量多い、ちょっともう邪魔なところが多いんだけど、キャンドルジュンさん主催のチャリティーイベント、はい、ドラゴンアッシュ相川七瀬猪下義井電撃ネットワーク鳥ジョイマンっていう、なんでなんイベントがあって、はい、でなんか知らんけど俺らもハマってて、はいはいはい、そのイベントに呼んでもらって、はい、そこではやっぱチャリティーって題してるから、私物を服とか、なんやったらタンスとか、家ソファーとか、はい、ドラゴンアッシュのさ T シャツ、いやすごいな、すごいやん、はいはいはい、でその中で吉本からも出品せなあかんってなって、はい、で俺らよりはもう絶対ジョイマンさんや、いやいやいや、まあまあまあ、まあ、知名度、ね、そのジョイマンさんってやっぱりブレイクのね、そう、77の時は、それはジョイマンさんでお願いしますよってマネージャーに聞かれたけど、はい、俺らの私物なんか絶対いらんから、ジョイマンさんでお願いしますっつって出してて、はい、ドラゴンアッシュさんとかは100点とか、はい、キャンドルジュンさんは200点とか、それこそ相川七瀬さんとかもそれぐらい、はいはい、で吉本が2点、はい、2点、で多分強ジョイマンの2なんやろうなって俺は、ああはいはい、まあまあまあ、はい、池谷さんの1点と、はいはいはい、あの方高木さんの1点、はいはいはい、1点1点、はい、勝負なんやろうなって思ってて、はい、まあまあ、でどんなんか見たいやん俺は、まあ何を出してきたんやっていうね、うでもジョイマンさんと2人、はい、リコード2組コードやったから、はい、そんなん言われへんから、まあまあ確かに先輩やし、めっちゃ先輩やったから、はい、でちょっと行きましょうよチャリティーの何出されてるか、ああうまいこと、高木さんは猪下と、はい、はいはい、で俺は面白そうやから池谷さんのとこずっとって、あなるほど、で池谷さんがこう見ながら「いやこのソファいいな」みたいな、はいはい、チャリティーだから結構高いんだよな、うん、募金されるから、まあ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 、まあ、で88万やって、はい、88か、行こう行こうみたいな、もうなんかなんかいやなんかやな、そう、なんか思うなんか絶対高ってなってくる、その88かみたいな、なんかっていうのがなんかが連発されてる、はいはい、でめっちゃ目に思い浮かべます、そうで服のコーナーバーって行って、はい、なんかさ、そのさっきも例えばドラゴンアッシュ誰誰とか、はい、その温風機、はい、このこう筒状のね有名なやつ、はい、相川七瀬、これ相川七瀬の部屋でなんか飾られてたんかなっつって、この音符機の枠の内側をこうやって触んねん、これ相川七瀬のとこがなみたいな、いやいや、ね、それもなんかあるやんか、はい、なんって思ってて、でそう服のコーナー行って俺は古谷健二とか、はいはいはい、たまらんやんか、たまらんすね、バーって探してて、もうなんかかっこいい古着とかないかなって見てたら、なんかずっと池谷さんがこうやってて、はい、こうやってて、まあ、これ行こうかなみたいな、値段がバーって書いてて、はい、8000円すやんつって、あそれやったらいいんちゃいます、はいはいはい、でレジ行くねんバーってレジ行って、はい、で俺もなんか買ってもらってマグカップみたいな、すいません先輩ありがとうございます、はいはいはい、でピッてしたら、なんかあこれ相川七瀬さん、はいはいはい、で池谷さん出したんが、はい、あこれ高木さんのです、相方の相方のシャツを自分で買うねん、なんでその時にさ、あこれ高木さんの
高岸さんのですけど、なるやんか。だから、池谷さんが、あ、高木で、俺の方をパッて見て、高木のだったわ。いやいや、俺は、いやいや、俺どうしたらいいか分からへん。なんでそのテンション。ほんま、だから舞台進行のやつと同じ気持ち。はい。はい。いや、はいしかないわ。はい。高木のだったわやない。高木のだったわ。高木のだったわ。違う。高木のかいとかね。違う。やってくれたら。あ、これ高木さんの。高木さんのですけど。高木のか。高木のだった。いや、知らん。はい、しか言われん。何それ。それ思い出したわ。うわ、なんか似てるな、なんか。めちゃくちゃ思い出して泣いてもうたな。怖すぎて。うわ、なんか哀愁も入ってるな。なんかめっちゃ怖ない。なんかその俺、相川七瀬さんのさ、やつが一番怖かったんや。このそこから出る音符、これ相川七瀬さんのとこで使ってんだ。だからそのおもろいのか、なしょねんって言える関係性でもないとこがやばい。それ4年後輩やから俺は。なんか絶妙っすね。1年先輩とかで劇場常に一緒やったとかだったら、うん、どうさってんねんとか言えるけど。そう、そうやねん。そこも絶妙の、そのおーっていう、そう、3年先輩で、あの方々はレッドカーペットでガンって売れてたから。あ、だから劇場にずっとっていう感じで、一番下のクラスで、俺らは劇場のある程度のところにおったから、はいはいはい、その関わりがちょっと、ね、関わりが一切薄かったからこそ、だから最後もだから、坂木さんのやないっすかとか言えるけど、ほんまやったら言われへん。坂木さん、高木のだったわ。ちゃちゃ、そう、ダッフンダ的に言われたから。俺もこうするしかないから。首これやめてほしい。高木のだったわ、うん、やめてほしい、はい、うーわー、地獄やな。地獄、それマジでわかります。そのほんま絶妙な関係性の先輩のそのヘマというか、うーわ、それはもう、いや、ちょっと今回階段からだいぶずれましたけども。すいません。ゾッとはしますからね。ゾッとはしますよね。ほんまにもう芸人全員ゾッとすると思う。その高木のだったわのその瞬間。いや、その感じで来られてもっていう。いや、そのナダルのもよ。あ、俺のだわ。こういうことなんだよ。怖いだろ。こういうことはってあんねん。怖いやろ。スータタタタやないねん。どこ行くねん。で10分後どうもやらへん。どうも、いやー、やらないねん。何しろねん。いや、すいません。いや、すいません。本当に貴重な体験。いやいや、ほんまに。いや、僕の方こそ。いや、西野さんはですね、はい、コロチキチャンネルのヨロチキチャンネル。なんていう、コロチキペッパーズの。ヨロチキチャンネル。ヨロチキチャンネル。はい。コロチキチキペッパーズのヨロチキチャンネル。はい。っていうのを週4回。そうですね、週4回でいろんな企画、まあこの前やったのは TQ 木下さんをスマブラでボコボコにしてみたの。すんなよ、そんなこと。お前一緒やぞ。一本目のおじさんと。違う。おじさんと一緒のこと。あのおじさんと一緒にせんとてください。いや、一緒のことやってもてるから。違う。怖いな。ほんま木下さん不機嫌なんて帰ったんですけど。ぜひその顔見てください。はい。どちらのチャンネルも、チャンネル登録高評価ベルマークの通知ぜひよろしくお願いします。本当に、面白くて、そして怖い話、ありがとうございます。いやいや、もうこちらこそ、もうほんまに話させてもらってありがたいです。また、はい、もうないと思うんですけど、もし怖い体験、あ、不幸にも、ちょっとほんまに言います。またこの何今の体験みたいなのあったら、むちゃくちゃ反響あると思います。特に1本目の。あ、ほんまですか。ちょっと今回はちょっと2人ともの話がちょっとよくわからないと思うんですけど。今回またね、ちょっと池谷さんのちょっとおもろすぎるな。でもちょっとファンの方の話はめっちゃ怖かったから。ああ、ファンの方ね、はいはい、1本目に喋ったね、はい、はい、ありがとうございました。はい、というわけで皆様ご視聴ありがとうございました。太宰にまつわる人生にめっちゃ似てるみたいな。俺が住んでる家やば。実際にこの方が経験した話なんですね。そもそもうち犬なんか飼ってない。これはもう警察関係の話ですけど、飛び降りてるんですよ。どうも前から突き破ったとメディアの50みたいな。メディアの50、メディアに出せなかった
お蔵入りのどぎつい階段聞いてカメラ待ってへんのに喋ってるやんと思って誰が担当してたんだろうってなって昔からその霊感的なものはあったんですよ。赤ちゃんが中にぎゅうぎゅうに入ってるんですよ。